の静香です。今日は今地元に帰っているんですけど、友達にお土産を買いに行きたいと思います。お米が有名なので、私はねよくここの吉村おかきのおかきをお土産にすることが多いです。でいろんな種類の味の、ね、おかきがあるので、今日はねちょっと紹介していきたいと思います。では早速行ってみましょう。新しくなった吉村おかき、早速中に入っていきましょう。レッツポー。こんにちは。めっちゃね、いろんな種類があるんですよ。感じです。こっちのね種類がねすっごいたくさんあってめちゃくちゃ美味しいです。山盛りです。今日もちょっとねみんなに紹介したいです。このね、ふかふかの中半月、これはね、すごい軽くて口に入れたら溶けちゃうぐらい美味しいです。溶けちゃう感じの食感です。でね、私がね、一番好きなのはこのね、生地の中に昆布が練り込まれてるわさび昆布マヨネーズがめちゃくちゃ好き、おすすめです。このね、味濃い感じが、はい、イベントの時しかないんで、私はあったらもうまとめ買いするぐらい本当に大好きです。そんな感じかな。もう本当にねいっぱい本当にいろんな種類あるんですよ。こういう醤油もあれば、これはね七味もあれば、これもね美味しそうだなと思ってベビマヨネーズ七味も買いました。はい、これをみんなに配りたいと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。